皆さんこんにちは、日本将棋連盟棋士一段の村中俊二です。今回はですね、将棋ウォーズで実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回も10分切れ負けでいきます。音声読み上げをですね、室谷由紀女流三段に今回設定しております。相手三段の方はですね、対局開始。はい、そうですね、まあ、今回はちょっと、まあ、居飛車系の将棋にしようかなと思っております。まあ、一応4四歩と止めるんですけれども、まあ、これで飛車を振るというよりは雁木のような、ね、将棋にしたいかなと。まあ、相手の方の、ね、出方次第はもちろんあるんですけれども、まあ、ここまではね、振り飛車っぽいんですけどもね、ここでちょっと飛車先をついて、まあ、ここで飛車を、ね、振れば、振り飛車の将棋です。で、こう飛車先をついてね、まあ、こういう指し方が最近はね、非常に多くなりましたね、後手番でもね。まあ、これで飛車先のこうね、交換を許すんですけれども、許してもね、十分戦えるというね、考え方が非常に最近は近年はね、増えてきました。三六歩ですか、これはまあ結構角の頭をね、攻めてくる可能性がありますね。はい、で玉を上がっていきました。これ早囲いと呼ばれる囲いですね。私のこの村チャンネル内でもね、矢倉の将棋の時にもしかしたらご紹介したことがあるかもしれないんですが、こうね、王様を早めにね、上のルートで囲うことを早囲いと言います。ということで、林早にね、角の頭して攻めていくか、交換してきましたね、交換してきました。そうですね、まあ、角で来た場合、ここに銀が来ますとね、角の頭って非常に危ないんですけど、角で来た場合は、まあ、すぐにね、角がこう狙う、まあ、その角の頭もね、ゴリゴリ攻められちゃうってことはないので、まあ、比較的ね、まあ、ゆっくり指しても大丈夫。ここに銀が来るような感じになるとね、非常に危ないのでね、注意が必要です。ちょっと今回右玉にしてみましょうか、ね、右玉もかなり人気ありますね。あのコメント欄でも右玉を見たいというね、おっしゃる方非常に多いなという印象があります。で、三六銀、これはですね、居飛車の、居飛車というかですね、あのこの先手側の理想形の一つですね。さあ、これでどっち、今歩を打ってちょっと銀を囲ってみますか。これで角をどっちに引きますかと、2六に引くか4六、あ、そちらですか、6八ですか。なるほど、まで5四歩ついて、そうですね、やはりこの形ですね。先ほども言ったんですが、これで銀がね、来る形になると非常に危ないので角を引きます。これ同歩同銀となるとね、先ほど言ったんですけども、銀が上に来る形は非常に、受けにくくなることが多いです。ですので気をつけてください、そこはね。で、まあ、これ銀が対抗で銀がぶつかり合えばね、最悪こう銀交換で防げるということですね。で、今3三桂は4四角の防ぎですね。はい、で同歩で、さあこれでね、まあ、一応こう4四角と王手で出られるか、王手ですよ、王手で出られないようにしないといけないですね。で、今金の力で受けていて、2二歩ね、これ手すりなんですが、金は上がって、まあ、ただね、これね、部分的にはね、もしかしたらこういうね、実戦であったかもしれません。なんか見たことあるような形ですね。で、こう金上がって手順に、まあ、桂馬を使ってさばけるので、まあどうしようかな、取っちゃおうかな、迷いますね。まあやっぱ桂馬取らせたくないんでね、まあこれで桂馬逃げないで指す指し方もあるかもしれません。銀ですか、あ、相手の方はあくまで、2筋突破ですね。さあこれは難しいですね。なるほど、結構嫌な手ですよ。これはね、何かうまくね、かわしていきたいですね。これだけだと、同金同額だとまともにね、さばかれちゃうんで、2五金、ちょっと形がね、変わった形なんですけど、こう、なんていうんですかね、打たせて取る指し方をイメージして、で、銀が出てきました。これは、次に、3四歩と3三銀成から、金を取る手を狙ってます。これは油断ならないですね。どうするのがいいかな。こう叩く、飛車寄る、桂を取る、歩を打つ、歩を打つ。まあ、こう打ちますか、叩きますか、まあ、これ叩きの歩でね、手筋ですね。飛車を押さえ込みたい、あ、同飛車ですか、これちょっと意外な手でしたね。これは金出ますね。うん、これでまあ狙われた金で逆に飛車を狙っていくと。で、右玉はですね、まあもしこれ左に王様にいるともう大損害なんですけれども、玉が右にいるのでね、これあの取り合いでも王様がね、戦場から遠いのが主張なんですよね。こういった感じの時に、まあ、王様が先逃げしてるのでね、被害が少ないということで、これはうまく反撃がうまくいきましたかね。飛車銀と角桂の交換で駒をね、まあ損せず、こう何ですか、なんとかこう相手の攻め、先手の方のね、攻めを食い止めることができたので、まあまあまあね、この2七の金がちょっとこう、あ、それ働きが弱いですけどね。2七の金が本当はこれ自陣に出れば一番いいんですけど、まあそれちょっと贅沢言い過ぎなので、あ、この歩打ちはね、非常にいい手ですね。この手はあの、はい、テクニックで、
攻めるときにね、大きな駒を使って攻めるんではなくて、こう小さな駒をね使って攻めるのがいいってですね、まあ、ただこの場合は飛車を打っといてね、こう2四角と出る手を警戒しました。で飛車を打っとけば、こう王様もね睨んでるので、まだ矢倉がこれ完成してないので、ね、完成していないので2四角と出る手がないんですね。相手の方もね角桂歩という持ち駒なので、まあなんていうんですかね、一気にこう厳しい攻めを狙うというのはなかなか難しいんですよね。でそういう時にこう歩を3、4歩と打つことで、まあこの歩がねと金になると大きな戦力になるわけですね。でももちろんここに金がいるのでね、無条件で歩になるのは難しいんですが、ここに歩を打っておけば何かの時に3、3歩なり同金とね乱したりとか、あるいはね今ちょっと2、4角ですね、こう角を打つことで歩をなってねと金にして攻めることができるということです。そうですね、これはねと金を作られることはしょうがないですね。と金を使えることはしょうがないんですが、どうやって受ける、金あえて上がった方がいい可能性ありますね。あえて上がってみますか、あえてね。これはね歩を成られた後に、まあ、金ね4二とと、そうこの時に4二とをね次にやられにくくしたということです。さてどうしますかね。これで私の方もねそろそろ攻め合いを考えて、まあ桂を取りますか。でこの時に金が 5-2 ですとね、4-2 と、そうですね、この時に 金取りになるんですけど、先逃げしたということです。さあそろそろね私の方もスピードアップして攻めていきたいとこですね。この王様もね攻めていきたい、まあ、8-6 桂とか5-8 銀とか、まあ、8-6 歩と1本突く手もありますね。まあ定番の攻めでいってますけど、5-8 銀これはね、攻めのね急所ですね。で銀を打ちまして、さあこれで一気にね矢倉がやはり完成してなかったんでね、こういう手が効きます。ただきっちりこれでね攻め切らないと桂将棋はねあっさり逆転しますので、まあならずですかね、金取り、まあ何もありますけどね、ならずでより金取りでより厳しく攻めました。私の方はね5-1銀と打たれる手があるんですけども、7二玉でね結構懐が現状は深いですね。あと1-2枚、まあもう1枚渡すとねちょっと怖いですけれども、桂馬で頑張ってきましたか。さあそろそろ決めどころといった感じですね。一気に攻めていきますかね、8億系取って、まあこれがね、矢倉崩しの一手ですね。8億系取って、まあ、8一に飛車がいるんでね、この飛車と、2級の竜で協力して、まあ、相手のね矢倉を攻略していこうということです。この桂打ちはね多分初めて見るという方にはねすごく、まあ、キーというかね、まあ、変わったところに桂馬を打つなという感じだと思うんですが、まあ、これがねテクニックなんですね。これで同歩でね桂馬を犠牲にするんですけれども、相手の王様を薄くして、まあそうですね、この時に玉頭にね味がついてるんで歩を叩く手、この手は厳しいんですね。この手を狙ってるということです。はい、この時に、まあ、さっきね8七には相手の方歩がいたんですけれども、この8六桂の一発でね相手の方の桂玉頭がね薄くなったのがお分かりいただけるかなと思います。それでね竜がいて、まあ、竜と飛車の、まあ、挟み打ったね攻めということで、まあ、これはかなり厳しいですね。はい、玉、これ同玉と取る以外の手がね、まあ、同玉、まあ玉玉が縁合わせなんですけど、竜もあって、この時金がね金を持っていないので弾けないんですよね。8八金といった感じで、まあ、金でね弾くことができれば、まあそれでもね8六飛車って手があるんでね、まあ危ないんですけども、弾けることができればいいんですけどね。さあこれはね飛車を切って詰みですかね。飛車を切って同角で、まあ、ちょっとこれね実戦詰め将棋といった感じなんですけれども、まあもちろん詰まさないでね8五歩とか打ってもいいんです。8五歩とか9九竜とかでも優勢なんですが、まあ金2枚と桂歩と思っていて、まあ詰みがありそうだなって感じですね。まあ具体的に言いますと、これ金2枚だとまだねこう打てないんですけど、ここに銀がいるんでね8六飛車と取って、今考えてるのは8六飛車とね銀を取って、同玉でしたら8八竜と引いて、竜がとね、ここの7三に桂馬がいるんで挟み撃ちで詰みそうだなと。で同角で7八銀と打って、玉を寄る変化が難しいんですが、それも竜を引けば、まあ、詰んでそうですね。詰んでもね気をつけないといけない、詰んでそうと言って言って、ね、詰まないと大逆転しちゃうんでね、こういう時は本当に慎重にしてください。これ長い詰みより短い必至というね格言があるんですけれども、まあ、詰みがありそうと思っても不安でしたら、短くね必死で、よくするという考え方も将棋では重要です。やはりねこれやっぱ相手方銀2枚とさらにこれ飛車を渡すんで、詰まし損なっちゃうとね大逆転になってしまいます。まあ今回私かなりね慎重に読んだので、おそらく詰みであろうということで見込んでいっています。まずでこの時に次の手がまあポイントですね。8八竜とこれでね同玉ですと8七金で詰み取ってね一手詰めです。で王様引くしかなくてね、こちら側にね逃げられる変化があるのでね、あるのでまあ、ちょっとね怖いんですが、この時に6九銀ならずとね、これはちょっと洒落た大手で、まあ同玉ですと5八金と打って詰みですね。で銀ならずなので合駒は効きません。
そうですね、次になりました。あなたの土地、おめでとう。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、先見はね、雁木から民玉に組むということで、ちょっとね、注文をつけた作戦でね、まあ、趣向を凝らしてみました。まあ、雁木とね、民玉という作戦は実はね、近年 AI の評価がね、非常に高い戦法としてね、プロの公式戦などでもプロ棋士もね、使うことが増えてきつつあるね、戦型でありますね。以前はやっぱり消極的でね、ちょっとプロはね、刺さないようなね、とこもあったんですけれどもね、刺されて定跡もね、整備されつつあります。まあ、本局のね、将棋もね、相手の方の攻めに対してうまくね、対応することができたんで、そちらの方ね、解説戦の方でご覧いただければなと思っております。この動画が良かったので、方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。